ミッションを説明しましょう。依頼主はオーメルサイエンス社。目的は BFF 社の主力アームスフォート、スピリットオブマザービルの排除となります。敵アームスフォートの主兵装は、大口径の長距離実弾兵器です。図体ばかり大きな時代遅れの老兵ではありますが、その威力、射程距離はそれなり以上の脅威です。そのため、依頼主からは VOB の使用をご提案いただいています。確かに VOB の超スピードがあれば、たやすく敵の懐に入り込むことができるでしょう。懐に入った後は、敵アームスフォートの各種に配置された砲台を狙ってください。砲台の破壊から内部に損害が伝播しやすいという構造上の欠陥が報告されています。随分とずさんな設計ですね。ま、彼らだと所詮そんなものです。説明は以上です。オーメルサイエンス社はこのミッションに注目しています。くれぐれもよろしくお願いしますね。